秋の壁面飾りの背景を作りました。紅葉の進む山やそこに流れる川の様子です。まず全体の構想を絵に描きます。背景にする紙を用意し、構想図を見ながら鉛筆で下書きをした後、クレヨンで山や川を描いていきます。夕暮れの空は紫色や赤、黄色のスプレーをグラデーションになるように吹きつけました。山の緑の部分はローラーで着色することにしました。紙をくしゃくしゃにしてちぎり、100円ショップで売っているゴミ取りローラーの粘着シートに貼り付けました。これに青や緑、黄色の版画インキをつけて転がすと、茂みのようなデコボコした感じの模様ができました。使った後は粘着シートを剥ぎ取り、インクのついた段ボールを折りたたんで捨てます。紅葉の部分は葉っぱを切り取った残りの色画用紙を細かくちぎり、小麦粉を水で溶き加熱したでんぷんのりで貼り付けます。のりは市販のものでもいいのですが、たくさん使うときにはこの方法が便利です。貼り付け終わったら一度持ち上げて、十分くっついていない色画用紙をふるい落とします。最後に空いているところや皮の上に先ほど落とした色画用紙をバランスよく貼れば出来上がりです。この背景の上に近くの木の枝やもみじを貼り付けて、遠近感のある壁面に仕上げましょう。